はい、今回はタイニーアーケードですね。ついに日本国内でも発売になりました。発売したのはこの4タイトルですけども、海外ではすでにね発売していてですね、もっとたくさんの種類が出ています。ちなみに去年の暮れにですね、このインベーダーを一度紹介はしています。で、今回いよいよこの4種類が出ましたけども、またディグダグですね。なんかレトロアーケードかなんかでもディグダグやりましたけども、またディグダグですまあ種類はちょっとね変えてほしいなと思うんですが、なかなか同じのばっかり出ますね。まあこの筐体に魅力があれば欲しくなってしまうんじゃないかなと思うんですけども、実は自分はこのねゲーセンあんまり行ってなかったので、この形に見覚えがあるのかというとあんまり覚えてないんですけども、ここにとりあえず電源スイッチがありますね。で、同じ場所にですね電池ボックスがありますので、ドライバーで開けますけども、まあプラスドライバーの1番で開くかなと思います。まあ、ささっと開けちゃってですね、使うのは普通の乾電池単4ですね。単4乾電池を3本使います。ちょっとね電池の色が種類が違いますけども、まあ単4電池の端数ですね使ってます。できれば同じ方がいいんですけども、まあチェックするにはまあいいかなと思ってますので、このような形になってます。まあちゃちゃっと閉じたらいよいよですね、スイッチを入れて始まります。おお、ディグダグですね。ファミコン版とは違う色になってますかね。では早速やってみたいと思います。ちゃんとね縦長の画面になってます。縦長の画面ですね。あれ動かないな、これ動いてないぞ。十字ボタン、あ、わかった、今のデモ画面ですね。デモ画面でした。これからです。これから自分で動かすと。あ、動いた動いた。プレイ感覚同じですけども、ちょっと十字ボタンというのか、十字ボタンじゃないですね、スティック若干まっすぐいかないあ、行っちゃった、逃げられた。ちょっとねやっぱちっちゃい分難しいというか、間違った方向を押しちゃってる時があります。ちょっと慣れないと、あ、遅かった？慣れないとミスしちゃうかなと。やばい、来た来た来た。やばい、あ、やばい、早くも2機やられてしまいました。敵は3機いるな。お、やばい。おー、危ない。やばい、ファイヤーだ。ファイヤー。あー、危ない。おお、ちょっとやっぱ方向キースティックがですね厳しいなといったところがありますけども、次パックマンです。アーケードの筐体はこんなデザインだったんでしょうかね。全く記憶にはないのでわかんないんですけども、ちゃちゃっと開けてやっていきたいと思いますけども、こんな感じで出てきました。まあ、形は一緒なんですけども、シールが違うといった感じですね。早速また電池3本を使いたいと思います。結構電池食いますね、4つあると。パックマン、タイトル画面が出てこないけどいいのかな？あ、始まってしまいましたね。ちっちゃい。めちゃくちゃちっちゃいけど、ちゃんと再現して動いてますね。このドットを食べてですね、お、危ない。やばい、迫ってきました。あれ、ちょっとやっぱ、方向キーがですね、やばいぞ、これ。自由に。あ、ちっちゃいので、予期しない方向に入っちゃう感じがしますけども。えい、硬い。お、危ない。お、ギリギリのところで、形勢が逆転しましたけども。うわー、ちょっとね、
追いかけられてるね。よし、取った。ちょっとね、小さいからか、スティックがね、予期しない方向に入っちゃう時があります。3つ目、ギャラクシアンですね。ギャラクシアン。アーケード筐体は、こういうデザインだったんでしょうかね。さあ、出してみましたけども、まあ、形そのものは一緒ですね。シールが違うぐらいですけども、まあ、これで電池を入れてですね、またもや単4電池3本入れてみましたけども、この画面は何でしょうね。タイトル画面、ん、こんなに寂しかったっけな。ロゴとかないんでしたっけ。まあとりあえずスタートです。動く動く、なんか鹿敵がやけに近いような気がしますけども、こんな距離感でしたっけちょっとなんか近いな。弾がこちらに到着するのが早い。早い。あっという間に全滅。次、ギャラガです。ギャラガ。ギャラガ出てきましたけども、形はまた同じですかね。シールが違うといった感じです。スピーカー。あとはチェーンがついてるのも共通ですけども、またもや電池3本消費します。すごい量だ。この日だけで単4電池12本使ってしまいました。さあ、着きました。どうでしょうか、これ。わ、なんかあれですね。アニメーションがちょっとチープ。始まります？ほら、なんかね、点滅してるような感じがする。フレームレートが低いというのか。そんで敵陣につく時の配置が一瞬ですね。もうちょっと、あ、アニメーションが細かかった気がするんですが、一瞬で敵陣に配置されてしまいます。あれ、またやられちゃったないや、なんか下手くそになっちゃったなって感じがしますけども、以前ね、タイニーアーケードインベーダーを紹介した時にコメントでですね、まあアーケードの雰囲気はありますけども、なんでしょう、敵の動きが全然違うといったことを教えてくれた方がいましたけども、ファミコン版ともアーケード版ともなんか違う感じがします。このね、敵の出てくるところのアニメーションが異様に少ない。一瞬でパパッとね、配置されてしまうので、なんだろう、別物なんですかね。やけに自軍に近いですしね敵ミサイル避けてる暇がないと。ちょっとせっかくなんで連続でスイッチ入れてみたいと思います。ちょっと贅沢か、えいっと。こんなことしちゃうと、まるでゲーセン気分でしょうか。いろんなね、ゲームの音が混ざって聞こえてくるのも、ゲーセンならではの光景じゃないでしょうかね。まあ、どうやらアーケードのね、完全再現でもなければ、まあ、ファミコンの完全移植でもないように思えるんですけども、どうですかね。まあ、こういうちっちゃいのがもう大好きというのであれば、なんとゲームもできちゃいますし、非常にいいなと思います。個人的にはもうね、こうちっちゃいの大好きですので、思わず揃えてしまいました。まあこうやって眺めているだけでも、小さなゲーセンがテーブルの上に展開されているといったのが、もうワクワクしてしまってですね。もうなんでしょうね。こういったね、ミニマムデザインのものがあると、まあ話のネタにもなったりとかしていいんじゃないかなと思います。で、ちょっとさっき気になったのがですね、このギャラが、今ちょっとファミコン版を起動してみましたけども、比較してみたいと思います。タイニーアーケード版は、アニメーションパターンが少ないとか、やけに自分の方に近いとか気になったので、ちょっとファミコン版を持ってきてですね、比べてみたいと思います。で、画面の右上の方にですね、ちょっと、タイニーアーケード版を出しますけども、
このチカチカした感じがフレームレートの低さというのか、なんというのか、物語っていますけども、あとはやはりですね、敵が時期に近すぎますね。もう目の前にいます。まあ画面の解像度が違いますので、やむを得ないかなといった感じもしますけどもね。なので完全再現にはなっていませんので、まあその辺は妥協が必要かなと思います。最後にもう一度ドバーンとつけておきたいと思いますね。まあやっぱたくさん並んでいるとですねワクワクするのは間違いないですね。まるでここはゲーセンかと思うぐらいに存分に楽しめます。はい、いかがだったでしょうか。タイニーアーケードでしたけども、まあ日本でもね、このようなちっちゃいゲームウォッチをカバンにつけていたことがありましたが、これ実際ゲームができるわけではありませんでした。しかしこのタイニーアーケードは実際にゲームもできちゃいます。カバンにね、このようにピローンとぶら下げておいても、ふとやりたい時にゲームができちゃいますが、電車の中でね、スイッチオフにしておかないと突然音楽が鳴ってビビる。ちなみに重さ1個あたり 100g なんですけども、さすがに4個ぶら下げると重たく感じます。アーケード版の完全移植ではありませんので、そういうのが気にならなければ問題ないかなと思います。ではまた。